ASV ペスカドーラ町田は日本の東京と町田市をホームタウンとする日本フットサルリーグに加盟するフットサルクラブ。故障はペスカドーラ町田である。1999年にコスカベ東京として発足した。2001年には全日本フットサル選手権大会で優勝。2007年にペスカドーラ町田と解消して同年より発足した。 日本フットサルリーグに参加した。日本フットサルリーグへの新生児のチーム名はカスカベーラ町田であった。2018年1月18日、F リーグが2018から2019シーズンから二部制を導入するにあたって新設される F リーグディビジョン1へ参加することが決定した。チーム名はアマレーロの A、サルビアの S、ゼルコバの V を取って ASV。 そしてマーチムペスカドールトラコを組み合わせてできたペスカドーラに由来している。2010年は当初胸スポンサーなし、11月よりシーズン終了まで。ありがとうございます。